21年ぶりの快挙でした。万引き家族のパルムドール受賞はもう4年前。未だに、あの泣きの演技は忘れることができません。その俳優とは、安藤サクラさん。世界に通用する日本のトップ女優ですが、耳を疑うような話がいくつかある方でした。安藤さんは、東京都出身で、1986年2月18日生まれの36歳。この若さで、あの演技力と受賞歴の凄さは圧巻ですね。安藤サクラさんの家族といえば、父親が俳優の奥田瑛二さんと、母親はエッセイストの安藤和さん、姉は映画監督の安藤桃子さん、そして妹の安藤サクラさんの4人家族。これだけなら、単なる2世タレントですが、そうではありませんでした。母の和さんの昔の芸名は犬飼和。実は、カズさんの祖父はとんでもない人物で、1932年、515事件で、非業の最後を遂げた、第29代内閣総理大臣の犬飼剛首相。その三男の犬飼武さんがカズさんの父親で、吉田内閣の法務大臣を2度務め、なんと、自由民主党の結党に参画して、その顧問に就任した超大物政治家でした。それだけではありません。いとこの娘の緒方貞子さんは、世界的に著名な人権活動家で、日本人初の国連難民高等弁務官を務めたことで有名で、他にも、評論家の犬飼美智子さんは烏帽子で、烏帽系の犬飼康彦さんは共同通信社の元社長という、昭和の政財界の中枢を担った華麗なる一族でした。カズさんも箱入り娘として育てられるのですが、英雄、色を好むは世の常。実は、カズさんは、父の妾の子供だったのです。柳橋の芸者だった母親は、カズさんが誕生すると、隅田川沿いの一等地で、日本料理亭、荻野を営み、料亭には、20人が住み込みで暮らし、カズさんの、乳母もいたそうですから、不自由のない環境で育ったカズさんですが、父親が他界した時には、母子とも親族の席に座れず、犬飼家の家系図にもその名はなかったのだとか、その負い目で長らくいじめにも遭っていて、登校拒否になったカズさんは耐えきれず、なんで私をこんな環境の中で産んだの?と母に言ってしまったのだそうです。すると、あんたのことは、私が命を懸けても守ってあげる。と、母は抱きしめてくれたそうです。この一言でカズさんは立ち直ったのだとか。お母さんにとって、娘は夫からもらった。宝物同然だったのでしょう。学習院初等科から女子高等科を経て、上智大学文学部独文科を中退した後、2年間の英国留学などを経て、ニュースキャスターとして活躍。その美貌から資生堂モデルにもなったカズさん。まさに才色兼備の箱入り娘でした。一方の奥田さんといえば、こんなすごい一族の娘と結婚することになって、緊張で結婚前には体重が10キロ減っていたとか。出会った頃の奥田さんは、売れない役者というだけでなく、いわゆるホームレスだったそうです。そんな奥田さんに母性本能をくすぐられて、世話をしているうちに気づいたら、母に結婚を勧められる仲になっていたとか、結婚後はトレンディードラマで大ブレイクした奥田さん。芸能界きってのモテ男となり、数々の浮き名を流すことになります。しょっちゅう離婚を考えていたカズさん。なのに、1年365日中、364日はダメ夫でも、1日だけ、とてつもなくいい人になった奥田さん。それでチャラになってしまうのだとか。そんな二人の娘は、共に父と同じく、映像に関わる仕事に就くことに。1982年生まれの姉の安藤桃子さんは、英米へ留学後、日本の映画監督として活躍。代表作の2014年映画 0.5 ミリでは、数々の賞を受賞しています。
同年に仏教僧侶と結婚するも、4年後に離婚して、現在は高知県に、一人娘と一緒に移住しているそうです。妹の安藤さくらさんも結婚して、娘さんが一人生まれています。5歳の頃には女優になるつもりだったさくらさん。しかし、小学2年くらいになると、芸能一家の2世という自身の生い立ちや、容姿などを気にするようになり、女優への夢を諦めていた時期もあったのだとか。屈折した感情を抱き始めた中学、高校時代では、あえて悪ぶるため、ヒップホップダンスを習ったり、ボクシングジムにも通っただけでなく、中学3年から校則違反を承知の上で、ファミレスなどでアルバイトに明け暮れたことが、今となっては良い財産なのだそうです。ですが、高校卒業と同時に、再び女優を目指し、2007年、父が監督の映画「風の外側」で、主演女優の代役としてデビューしたさくらさん。その後は、2013年映画「家族の国」で、第86回キネマ旬報ベスト10では、史上初の、主演女優賞、助演女優賞のダブル受賞の快挙を達成。2014年、姉が監督を務めた映画 0.5 ミリと、100円の恋と、2018年、万引き家族の演技で、日本アカデミー賞で、2度の最優秀主演女優賞を受賞。万引き家族では、パルムドールも受賞と、2018年は、まさに、大ブレイクの年となり、朝ドラ、満腹のヒロインも演じて、一気に頂点に上り詰めます。そんな安藤サクラさんは2012年に結婚していて、その相手は俳優の柄本佑さん。こちらも、いわゆる個性派の二世俳優で、父は俳優の柄本明さん、母も俳優の子、角貝和恵さん。弟も俳優の柄本時生さんという芸能一家。ちなみに、さくらさんと柄本佑さんの馴れ初めは、弟の柄本時生さんとさくらさんの共演がきっかけで、弟から紹介された時のさくらさんの第一声で、ハートを打ち抜かれた柄本佑さん。それから涙ぐましい愛の追跡劇がスタート。すぐに交際を申し込んだものの、その前に立ちはだかったのがあの人、奥田瑛二さん。ですが、ストーカーのように、結婚の許しを請う柄本さんを、ついに3年待つことを条件に OK したものの、奥手な柄本さんはそれでも決められず、やっとさくらさんと共演した映画の打ち上げで、周囲のバックアップを受け、猛烈なアタックを敢行。その甲斐あって交際開始して3年後に、ようやく結婚することができました。現在は女の子を授かった2人。住まいは、柄本さんの実家前の2階建て一軒家で、家族3人で暮らしているようです。しかし、そんな幸せいっぱいの家族の、あるとんでもない噂が聞こえてきたのです。安藤サクラには、障害があるという噂が、ネットに多数挙げられたのです。それがあながち間違いではなかったから驚きました。どういうことかというと、体は活動しているのに、脳は眠っている状態に突然なってしまうのだと言います。幼い頃から2ヶ月に1回は階段から落ちることがあったさくらさん。ひどい時は靭帯を切ったり、時には骨折もすることもあったほど、さすがに母親に勧められ検査を受けた結果、そう診断されたと言います。しかも原因不明なんだそうです。その病名をさらに調べてみると、ナルコレプシーではないかとも言われています。その症状は、眠った感覚がないにもかかわらず、直前の行為の記憶がない状態。逆に言えば、無意識に寝てしまい、寝ながら行為を続けている状態と言われ、非常に近いように思います。今では、症状の発現もなくなっているそうですが、再発することがないのを願うばかりです。そんな心配をよそに、奥田瑛二さんと柄本明さんは、孫娘にメロメロなんだそうです。お互い、エイジー、アージーと孫に呼ばせて、
越に行ってるなんて、微笑ましい限りです。いかがでしたか？あなたはどう思いますか？未成タレントのレッテルをものともせず、王道を走る安藤サクラさん。これからの活躍に、ますます期待が高まります。陰ながら応援していきたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。